花屋町2。南側に東本願寺が隣接する花屋町通りは京都市の東西の通りの一つ。東は富の工事通りから西は天神川2、阪急西京国駅前まで至る。途中、中央卸売市場と山陰本線があるため、道は中断される。平安系のサメ牛工事に相当する。全長は約4キロメートル。 通りの読み方に関しては、花や町と読んでも間違いないが、花や町の方が浸透している。由来には、両本願寺に手向ける聖火唱の店が多かったことからこの名がついたという説がある。もともとは、平安時代に開通していたのだが、後の応仁の乱で荒廃し、天正年間に豊臣秀吉によって再開発された。明治時代までは、 大宮通から島原までの通りであり、新町通伊東は万年寺通と呼ばれていた。明治15年には、西本願寺と本国寺の間、つまり、大宮通りから堀川通にかけて、花屋町通が延伸されるが、さらに、新町通と堀川通の間が開通すると、一筋南の花屋町通りの堀川通伊勢の区間とつないで、前線を花屋町通りと名付けた。 これにより、平安時代以来の花屋町通りのうち新町2から堀川2までの区間は旧花屋町通りと改名された。この間では一筋北の花屋町通りを新花屋町通りと呼ぶこともある。山陰本線異性の区間は都市計画道路として建設された。カラスマ2から富の工事通りまでは西行きの一方、通行の道だがカラスマ2から 西は一部を除きほぼ片側一車線の双方、通行の道路になる。ちなみに七本松通りとの交差点はかなり広い。午前通から再通の西までは、北側を西高瀬川が東から西に並行して流れる。両本願寺に挟まれた区間の沿道は、樹図や仏壇を売る仏具屋がの木を連ね、山陰本線より西の区間は住宅や商店が立ち並ぶ。また、 西郡寺花屋町には書き下ろし市場があったが、現在は川端十条に移転している。ありがとうございます。